イトルシャノです。プチプチです。ハコでーす。シュンです。今回はこちら、皆さん今何に乗ってますか？クモ。よし。ということで、僕はね、今クリーパーに乗ってるわけなんですけど、今回はね、マインクラフト B 版でなんかね、モブに乗れるマップを見つけたので、今回はこれに乗って誰が一番先にダイヤモンドを手に入れるか選手権やってきます。イエーイ。その前に、ね、皆さんチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。高評価をしてくれたらね、皆さんもモブに乗れるようになるので、皆さんもねぜひぜひ高評価よろしくお願いします。そしてね、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録はね、チャンネル登録を押してベルマークを押して、すべてをね選択してください。ほぼすべてのモブに乗ることができるので、今回はね、その皆さんがダイヤモンドを取得するまでのパートナーをまず最初に見つけてください。こいつ言うこと全然聞かねえすげえ跳ねまくってる。ちなみにね、このクリーパーね、今クリエイティブだから攻撃してこないですけどね、これあのサバイバルにしますと、あー脱落。脱落、いやまだ始まってねえから、お前勝手に終わらせんで。まあ、今回ダイヤモンドチャレンジなんですけども、まあ、地下に掘ってダイヤモンドを探してもいいし、まあ、村を見つけてね、村の宝箱からダイヤモンドを探してもいいです。何でもいいので、とりあえずダイヤモンドを先に見つけた方の勝ちでございます。あー、はい、なので、皆さんパートナー選んでください。いや、サンデセンサー、あれベックスとかいいんじゃない？ベックス、なんか急にマニアックなキャラクター出してくんな。私ブレイズにしてみるね。ブレイズ結構言うこと聞くよ。燃えてる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 やばいやばいやばい、燃えてるよ。やばい被害が出てるから、それすげえ。なんかシュンさん、なんかスライム乗ってるけど、なんかシュンさん、それドラクエのキャラクターにそういうのいたね。あ、いたいた。スライムスライムナイトスライムナイトスライムナイト、あ、ベックスいた。じゃあこれに乗ってみます。はい。あ、でも意外と普通かも。ベックスいける。おおめっちゃ速い。おおどこまで行くんや。なんか雪山まで来たんだけど、ちょっと怖い。あ、これすごいかもね。あれあれ、じゃあサンダー置いてみんなでね、やっていきましょう。おい、ここどこや。ねえ、エンダーマン、エンダーマン、なんかケツに顔面押し付けてくるんだけど。しかもそいつ多分瞬間移動するよ。あ、消えた消えた、どっか行った。ひなこ消えたぞ。いや、あの、なんか怒ってるよ、あなたの。あなたのエンダーマン怒ってるよ。なんかひなこを狙ってる。やだ、来ないで。やめて、来ないで、痛ーい。あ、俺鮭にしよう。はい、あ、乗れた乗れたよ、ほら鮭乗ってるよ。あ、俺これで行こうかな。コイキング、コイキング、誰がお前雑魚や、お前。でも水しか行けないじゃん、水のとこしか。あ、何にすんの、ひなこちゃん。ひなこちゃんはね、これにしよう。パンダ？パンダのチンチン？これ。パンパン。ちょっとやめよう。どっちもダメだわ、お前。遊園地にあるでしょ、こういう。あるある、あの、100円入れてね。頭の中に100円入れて動くやつね。あの、なんか、あの、パンツ見えてます、あなた、あと。パンツじゃないです。モロです。モロですじゃねえ、お前、黙れ、お前。はい、じゃあ次決まった人。はい、俺、スパイディー。あ、プッチ、これ、攻撃してこないの、これ。してこないよ、スパイダーマン、スパイダーマン。気持ち悪い、気持ち悪い。気持ち悪いな、おめえ。かわいい。どんな移動方法だ、お前。チンコ見せながら移動すんな。はい、じゃあ次、シュンさん。俺、これ。え？もう、イカ？イカ、イカなの？そう、動けんの？え、知らないんだ、こいつ、陸でも。すごくない？ほら、これならもう優勝確定。え、なんかダメージ食らってるよ。あれ、あ、いやいや、お前なかったことにすんなよ、お前。まあ、あれだね、モブが死んだ場合はその場でモブを出してまた移動してくださいね。はーい。で、ちなみに私はですね、実はもう決まっておりまして。じゃあ何だったの、今までのくだり。鮭にしようかなの、あのくだり何だったの。私はですね、こちらの、にしていきたいと思います。ウィザースケルトンでございます。うわー、怖い怖い怖い、それで、ブン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 、怖い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 、パンの足を押せ、痛い攻撃できるのこれ。じゃあね、それぞれのパートナーと一緒に皆さんダイヤモンドを、もうどんな手を使ってもいいんでね、かっこクリエイティブ以外で探していきましょう。はーい。基本的には降りたらダメでしょ。基本的にはそうだね、降りちゃダメ。そうなんだ、俺もう毎回降りるよ。まあ、その度に出してね。じゃあ、それではパートナー乗ってください。はい、
どう靴雲にしたの？しかも。あ、2種類にした。なんで2種類なんだよ、お前。もうずるくねえか、お前だけ。またお前ら、話した間に。もうしんどるやん、お前。それじゃあ行きます。よーい、スタート！どんな方法でもいいんだよね。どんな方法でもいいですよ。もうあの、そう、範囲そこだけじゃないからね、ちなみに。あ、そうなの？そうだよ。もう外出てもいいよ。あ、そうなんだ。でも、クリエイティブ以外だったらどんな方法でもいいんでしょ？あ、そっか、ないのか。ダイヤモンドゲットした。あ？どうやってゲットしたの？すごい。コマンドー！やったー！早く見つけろ、お前！あ、ダイヤモンド落ちてる！やったー！おい、いいって、そういうの！はーい、頑張りまーす。あ、どうしよう。木を一個切るごとに、イカが一体死んでいく。お前選んだお前が悪いからな、完全に。やべえ、こいつ身長高すぎて4マスあるんだけど。あ、そんな高いんだ、それ。高い、うわぁ。え、待って、警告ある？で、待って、自分のペットに殺される。あ、ねえ、クモ勝手にジャンプするから木全然切れない。うちのパンダめっちゃおとなしいんだよね。いいなぁ、こいつ。俺もパンダにしようかな。ダメだよ、帰るのは。バカ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 、お前近寄んだ、お前。違う、コントロールなんか急に聞いてくれなくなっちゃって暴れ始めて。聞いて。近寄ると殺しちゃうぜ。やば、待って、すみません、危ねえ。あいつだけイカの寿命と戦ってんだよな。ねえ、待ってね、クモが襲ってくる。クモが襲ってくるって。ちゃんと殺しといてよね。やばい、石掘ろ、石。痛えな、お前。通りすがりに殴るな、お前。通り魔、通り魔じゃん。石ゲット。やっと石ツール作れそう、俺。待って、俺も作りたい、石ツール。もう石ツールできてる。あとちょっとで木掘れたのに。お前だけ何と戦ってんだよ。きなこちゃん結構ゴリゴリにいってるよ、今。じじじじ、バーカだわ、お前。ごめん。死ねよ。ちょっとさ、身長高いから下見づらいんだよ。ちょっとペット交代してもいいっすか。おい、なんでだよ、お前。お前しかも2体も使ってんだからな、お前は。ねえ、クマが立ち上がって見えない前が。ねえ、どうなってんの？座って。オッケーオッケーオッケー。クマじゃねえだろ、お前。パンダだろ、お前。クマじゃねえって。おい、待て待て、洞窟雲が来た。洞窟雲が来てる！なんだこいつ！お前だな、犯人。あ、鉄発見、鉄発見！もう、マジか。やばい、マイクラしてる、俺。俺じゃあエンダーマンになろっかな。あ、でもエンダーマン瞬間移動してね、洞窟の中とか入ってくれるから強いかもよ。よし、じゃあエンダーマンに行くぜ。あいつなんで運要素にかけるんだろう。すげえ、ちゃんと歩けるこいつ。感動すんな、そんなとこで。喜び始めた。いてあ、毒素入ってきた。強いかよ、お前。ピッケル貸して。やだよ。俺ピッケルも何も持ってないでワープってとこ入ってきちゃった。なんでそいつ使ったんだよ。別に牛とかでもいいんだよ。そんなつまらないことたちがするわけないじゃんね。何の話？あー、大変これ。下のやつ掘ると高すぎてアイテム取れない。あ、じゃあウィザースケルトンちょうどいいんだ、俺。うん、そうなんだ。超ギリギリなんだ、俺。お前、クモ立つなよ、見えねえ、バカ野郎。しゃがみブス。パンダだから、そいつ。何回間違えんだよ、お前。あんた、これ。なんかさ、インベントリ開いて作業台作ろうかなと思ってさ、なんかすっごい洞窟の中にいるんだけど。多分ワープしてるよ、そいつ。あいつだけどこにいるの？どこにいるの、それ。あ、待って、これ誰か来たところだよ、多分。シュンじゃない？あ、待って。今なんか内務タグ見えたような気がする。内務タグ内務タグって何？まあね、僕はね、ちなみにもう鉄のインゴと11個持ってるんでね、これで鉄剣を作りまーす。やべ、急に言うこと聞いてくんなくなっちゃった。急に出て、聞いて、出てって。お前、近づくぞ、ほら。やめて、それは例外犯じゃない、ちょっと。え、それもでも、やっぱり、あれじゃないですか。やっぱ戦略？やばい、エンダーマンがいる！ビザスケもいる！あぁ！ダイヤモンドってどこにあるの？それを探してる、今。何を言ってんだ、お前は。え、
これさ、パンダに乗ってなきゃいけない？どういう質問それは。え、ダメなのかなって。当たり前だろ。何のために、何したの今まで。なんかなんでこんなの乗りながら一生懸命やってるのか分かんなくなってきた。遊園地じゃねえんだわ、ここ。お、村がある！待って、村あるくないあれ。何？ダイヤモンドって入ってるっけ？入ってる時もあるよ。行くぞ。いやいや、見つけて見つけて、早く終わらせて、この企画を。楽しいでしょ、みんな。この企画きつい。もう私、乗ってない、乗り物。おい、乗れよ、おかしいだろ、お前。なんで乗ってねえんだよ、お前。やべ、チェストある、ここから開けれる。はい。うわ、ゴミだ、ゴミだ、ほら。あ、上から来た。あれ、乗ってない。あ、うん、乗ってる乗ってる乗ってる。見なかったことにしてし。おい、使えや。こっちこっち、こっちの方にね、ダイヤがね、ダイヤあった。え、マジ？何だと、ちょっと待って、そっち行きたい。マジで？ありました、取りまーす。じゃじゃん。じゃあ優勝は、ひなこちゃん。なんか、シュンを迎えに全力疾走で歩いて掘ってたのね。で、シュンを迎えに来て、あ、洞窟だって思ったら、ここにあった。おお、じゃあシュンさんも惜しかったわけだね。でもまあ、歩いてたっていうのはちょっとないじゃん。おい、なんで歩いてんだ、お前。おかしいだろ、お前、この野郎。俺も言うてね、結構鉄6個とかインゴット6個とかね、鉱石だと12個とかあるからね、結構頑張ったんだよね。まあ石とかドアとか鉄5個とかイカのスポーナー6スタックとかかな、あとイカスミが2スタック。どんだけイカスミ持ってんだよお前。プチは？え、マイクラ始めて5分の装備これ。じゃあ優勝したね、ひなこちゃんの装備見ていきましょうか。うんうん、こちら、はい。おお、めっちゃあるやん。すげえ充実してる。じゃあこの台、え、ダイヤモンドなくなった。わかんない、誰が取ったんじゃない。あ、失礼、失礼お前、失礼お前。うわー、